東京都内で新たに89人が新型コロナウイルスに感染していることが関係者への取材で分かりました昨日の97人は下回ったものの感染の拡大は続いていますで都内での感染者はこれで770人以上となりましたで半分以上が今週に入ってからの感染となっています